朝ドラっていうと、まあ、ヒロインっていう印象が強かったので、今回なぜその男性主人公なんですかって、この子と一緒に寝たいと思います。ありがとうございました。はい、神木隆之介と申します。このような素晴らしい賞をいただけることができて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。本当にこれも脚本の長田さんをはじめ監督、全スタッフさん、キャストの皆様が、本当にいっぱい支えてくださって、そして長期間の撮影でしたけども本当に助けていただけたおかげで受賞できた賞だと思っております。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。それとあとは爛漫という作品がこんなに皆様に愛していただいているんだなと今すごく改めて実感しております。すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。今日はこのこう嬉しい気持ちを胸に、むしろこの子と一緒に寝たいと思います。ありがとうございました。本当におめでとうございます。おめでとうございます。バードマンも喜んでますね。神木さん、女性主人公の多い朝ドラなんですが、はい、男性主人公を務めるにあたって特別に意識されたことはありますか？僕は特になかったんですけど、でも最初お話をいただいた時には気になってたんですよ。やはり僕の中の、まあ、印象ですけど、こう朝ドラっていうと、まあ、ヒロインっていう印象が強かったので、なんかプロデューサーさんにその何か意識することとかってありますかとか、あとは今回なぜその男性主人公なんですかって聞いたところ、うん、そういうのは特に毎年意識もしてないし、題材とか、テーマによってそういうのは決まるので、特に何も意識しなくていいですし、こちらも意識していないので、のびのびと演じてもらえると嬉しいですっていうのを聞いていたので、なのでそういう点に関しては何も気にしないで演じることができました。今回主人公万太郎のこの成長変化、長い放送や撮影や、そして人生を演じるにあたって、こう特に神木さんが表現したかったことがあれば教えてください。表現したかったこと、そうですね、やはり、僕もその誰かの一生を演じるということがもう本当にめったにない、もう初めてに等しいので、こう、草花が好きになって、どういうふうに好きになって夢中になっていって、でその先に誰と出会って、どんな植物と草花たちと出会って、どういうふうに何を見て、どの時代をどういうふうに歩んでいってっていうのを、なんかこうなんて言うんでしょうね、牧野万太郎という人間を通して、その生き様みたいなのを表現できたらいいなと。でそれで何か皆様がとにかく楽しんでいただけたらいいなっていう気持ちでやってました。それをなんかこう、それを表現したくて意識してました。ありがとうございます。ありがとうございます。神木さん、お祝いに実はですね、この方がいらっしゃっています。はい、爛漫チーフ演出の渡辺義男さんです。義男さん、もうすごいお世話になって、本当にもう本当にありがとう。がっちりと握手もしていただきまして、お花束もね渡してくださいました。ありがとうございます。さあ、ではお二人並んでいただきまして、お話を伺いしたいと思います。渡辺さんのこう爛漫の神木さんの演技、こうグッときたシーンたくさんあると思いますが、どこだったでしょうか？そうですね、全てと言いたいところですし、実際そうなんですけど、台本で言うと19週、放送で19週なんですけど、19週の頭、その前の週で、長女の園子ちゃんっていう女の子が、病で亡くなってしまって、でその直後、2人は一体どうやって立ち
まあ、立ち上がるかというか、またその植物採集、日々の生活にどうやって戻っていくかっていうのを、あの月曜日一日でちょっと表現をするっていうような、会があって、そこであの、まあ、ちょっと台本を少しあの、まあ、長田さんに相談してあの変えさせてもらったんですけど、ね、現場でねいろいろ話をして、めちゃくちゃ話しましたよね、でちょっといろいろセリフであのいろいろ書いてある部分の中で少しあの、まあ、ちょっと変えさせてもらって、割とこう沈黙の、はい、ね、沈黙のお芝居のシーンを結構作らせてもらったんだよね。そうですね、あのであの長田さんにあのその弔いのシーンを作ってほしいとこちらがあのご相談させていただいて、で、ね、セリフもいろいろあの本当によく考えてあの書いてきてくださったのにもかかわらず沈黙にしたっていう、本当に申し訳ない、もうこれだけはもうどれだけ長田さんに頭を下げればいいのかっていうレベルですけど、でもね、いっぱい議論した末そういう判断させていただいて、はい、まあ、あの朝ドラって放送15分なんで、そうですよね、まあ、限られてる時間の中であれが 2,3 分ぐらいずっと割とノンモンっていうか無言の芝居があって、うん、あそこはもう僕の中では神木さん浜辺さんのお二人のもう演技力で乗り切ってもらおうという、とんでもないつもりで、頑張りました。いやいや、もうそれを良しとしてくださった監督の、そして現場の器の広さ、感謝しております。どうもありがとうございます。またお二人の、ね、次回のタッグも楽しみにしております。渡辺さん、お祝いに駆けつけてくださいまして誠にありがとうございました。がっつり握手していただきました。